私はこの磨きやすい歯ブラシをめちゃくちゃたくさんストックしてあって、だいたい週に1回ぐらい交換してます。歯磨き粉はなんかいろいろフリー、人工甘味料、人工甘味料、着色料、保存料フリーだったり、不加不物フリーだったりとか、天然由来成分でできているので、なんかそういうお店で買ったものです。こちらも無添加のメイク落としエポラーシェです。私の愛用しているエポラーシェのメイク落としです。メイク落としする瞬間が一番気持ちいいと思う。といってもそんなにメイクはしないんですが、こちらもエポラーシェの洗顔石鹸です。これはね、本当にね、毛穴の汚れが綺麗に取れるのでおすすめですね。なんかね、たまにね、綿棒でね、優しくサササって洗ったりします。毛穴汚れ防止です。とてもすっきりしました。ドスッピンですね。顔を洗ったらもうすぐに化粧水をつけてパックをします。意外と顔はすぐに乾燥しやすいとのことですので、乾燥肌の方は特に必ずすぐに化粧水をつけてください。こちらもオーガニックのオイルとジョー・マローンのイングリッシュペアという香りのものなんですけど、私はいつもオイルとこのボディクリームを混ぜて使ってます。オイルだとペタペタしすぎるし、ボディクリームだとちょっと何かオイル系なものが足りないなっていう気持ちなので、こうやってミックスさせてつけるのが好きです。リンパマッサージするような感じで細くなってくれと願いながら毎日保湿しています。結構ね、気持ちいいです。マッサージ軽くこう撫でるようにするだけでもいい感じです。ネイルは、まあ次の日お仕事だったりとか、サンダル履く日とか、そういう時にしか今この季節はしないんですけど、今日は念のためネイルも磨きました。私は爪を切らずにヤスリで削ります。なんかそっちの方が爪にはいいみたいで、こうやってなんかちょっとしたやつを、このなんか爪切りみたいなやつでカットして形を整えたり、なんて言うんですかね、爪のなんか甘皮なんかよくわかんないけど、そういう部分をカットして、でこれはディオールのぷっくりするネイルなんですけど、それを今日はつけました。基本的に最近はクリアが多いかな。こんな感じに仕上がりました。このね、オイルなんですけど、これはセオリアのマルチオイルです。全身用のオイルなんですけど、私はネイル用に使っています。念願のベッドタイムです。こう自分のこだわりの枕をセッティングして、ベッドに入る瞬間のこの気持ちよさ最高ですね。このね、お部屋は iPad で電気を調整できるお部屋なんですよ。はい、ということでちょっと暗めな光にしました。てな感じのナイトルーティーンでした。ほぼ何もやってないっていう感じな気がする。眠たいです。寝よっかな。もうベッドだけ。はぁ、特別なことしなかった。しかもね、ベッド入ってから気づいたけど、コラーゲンも飲み物飲むの忘れた。結構毎晩コラーゲンと蜂蜜とレモンと混ぜて飲むのは日課なんですけど、ベッドルーティーンという肝心な日に限ってもう気力が残ってないという。他にもなんか美顔器とか持ってきたんだけど、もうダメです。
そんなもんです。ということで、寝まーす。おやすみなさーい。